社には通われてましたかって聞いたら、なんせ綺麗だよね。もうこれでダメだよっていう、もう作んない作んないとか言ったりだとか。どうも皆さんこんにちは、歯科医師の大沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも歯に興味を持っていただけるよう、現役歯科医が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持ったよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、ということで今日はですね、症例報告的なことをやろうかなと思うんですけど、カリバの大切さについてちょっと話していこうかなと思うんですけど、でもカリバってでもすぐ買えるからカリバですよね。そうなんですけど、はいはい、カリバって結構重要で、初心の患者さんでもカリバがすごくヤバいカリバとかあるんですよ。ヤバいって言うたらあれですけど、なんじゃこれやみたいな。やっぱ大沢さんから見て、見て、どういったカリバすぐ取れちゃうとか、すぐ取れちゃうとか、歯の形をなしてないとか、そんなに素人が見てもえっていう感じのやつあるんですよ、たまにね、うん、それはもう自分で作ったやつかもしれないしね、うん、そんなわけないですね。ということで、僕基本的にカリバは歯を削った後とか入れるんですけど、ちょっとね、この患者さん見てほしいんですけど、これですね、この方すごくないですか、すごく歯がなくないですか。これはもうね、はい、なかなか、まあ、前歯はやばいですけど、ないでしょう。なんか奥も結構やばそうな感じ。奥もやばいです。奥もなかったんですよ、うん、奥がなくて前歯がないから、もう見てください、これ歯茎噛んじゃってるっていうね。なるほどね。はい、少年なんですけど、はい、この方はこの前来られて、歯医者には通われてましたかって聞いたら、もう通ってますよ、1年間。これで？これで。え、入れ歯ってことですか？入れ歯じゃなかった、なんかカリバが入ってた、それも。え？ちょっとそのカリバ取るの忘れちゃったんだけど、うん、あ、これカリバ取ってでこの状態ってことですか？カリバ取ってこの状態。なかなか治療が進まないと、うん、猫の治療もやってるんだけど、もう全然進まないって、もう1年間ぐらいやってるって言って、この時カリバが取れたの。カリバが取れてうちに休館できたの。カリバつけてくださいって言って、うんうん、今日どうにかしてくださいって言われて、うん、そのカリバを見たんだけど、多分戻しても噛んだ瞬間に絶対取れるんだよね、うん、これは修正しないといけないですよって言って、たまたま僕時間があったの。たまたま時間があって、じゃあカリバ僕作りますよって、いいんですか、よかったですと、電話してる仕事なので、もう歯がなかったら全然喋れなかったので、ありがたいですって言って、2時間半ぐらいかけたのかな、2時間半かけて作ったカリバが、その日作ったカリバがこちらです。そう、素晴らしい、素晴らしいでしょ、素晴らしい、すごいですね、すごいでしょ。自分で言うのもなんですけど、どうやって作るんですかこれ。これはもう手練りっすね、練って自分で削って歯の形にして入れたって感じです。1年間通ってるっておっしゃってたんだけど、自分でもちょっと嫌気さして行かなくなった時とかあるんだって、うん、うん、この患者さんこれ入れるとマジ毎週来る、マジ毎週来てる。本当ですか。そう、多分このカリバを入れてあげることによってモチベーションめちゃくちゃ上がったんだろう。あ、最終的にこうなるんだっていうゴールが多分その人の中で見えたから来るようになったんだと思う。なるほど。じゃあ以前は要はかけてまたやって、かけてまたやっての繰り返しだったから、モチベーションが上がってなかったってこと。そう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 。だからこのカリバを入れることによって、カリバの目的でたくさんあるんだけど、歯肉の腫れてるところを安定させるとか、最終的なかぶせ物を作るために技工士さんと相談するための参考になるものとしてしっかり作るんだけど、モチベーションが上がるんだなと思って。歯科に来るってなかなか嫌じゃん。しかもここまでなっちゃうと、この歯がなくなっちゃうまでなると、もういっかなとかって思うじゃん、うん、でもカリバを入れることによって、あ、最終的なかぶせ物もこういう風に入るんだと思って来るようになるじゃん。なるほどね。そうだから、あ、すごく時間かけてあげてよかったなと思うんだけど、なんせ綺麗だよね。すげえ、マジマジ綺麗、マジ綺麗。すんげえコメントでお前調子乗ってんなとか来そうだけど、いや来てほしいですけどね。これ綺麗なカリバを入れることによってすごくね、
こっちも治療しやすいの、出血のコントロールとかしやすいの。やっぱり変な狩り場入ってると汚れめちゃくちゃ溜まるから、もう狩り場取った瞬間に血がブワーって出る時があるんだよ。そしたらなかなか処置ができないから、こういう狩り場入れてあげることによって処置がしやすい。今根っこの治療してるんだけど、かなり根っこの治療がしやすいです。そうなんですよ。そうだから狩り場をきれいに入れるっていうことはすごく大切かなって思った症例。なるほどね。でも狩り場だからすぐ取って、うん、ブリッジとかにするってことなんですか。うん、インプラントセラミックとか、この場合は奥歯が多分抜歯になるから抜くところがあるから、それは患者さん次第だね。ブリッジを選ぶのかインプラントを選ぶのかっていうのは患者さん次第だけど、まずこうゴール設定をしてあげるっていうことが最初だったかなと思うので、治療しながら患者さんとブリッジにするのかインプラントを併用するのかっていうことを相談していくって感じだね、うん。これでもめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。うん、でそんなにかけたりもしないですよね。うわー、でもかけやすいね。やっぱり食べ物の制限はある。硬いもの食べないでくださいねとか。あ、やっぱり、うん、割れやすい。なるほどね。割れなかったら別にこのまま狩り場でもいいんですか。よく割れないね。やっぱり狩り場だから汚れはたまりやすい。セラミックとか最終的なかぶせ物よりは。なるほどね、うん、だからたまにねこれ狩り場作ってあげて来ない患者さんもいるわけさ。いますよね。うん、噛めるみたいな。そう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 、綺麗だからって人いますよね。安いし いるんですよ、うんうん。でそしたらもう割れたら1年後ぐらいに来る。1年後ぐらいにまた来て作ってくださいとか言って、でそしたらねそこはもう教育するね。もうこれじゃダメだよっていう、もう作んない作んないとか言ったりだとかする時もある。なるほど、ね、ちゃんと来るんだったら作りますみたいな。じゃないと全然意味ないからね、狩り場入れてる。僕が研修医の時に綺麗な狩り場を入れたら患者が来なくなるからそこそこの狩り場でいいんだよみたいなことをおっしゃる先輩がいらっしゃったんだけど、そこからちげえなとは思ってたけどいや俺はちゃんと作ろうと思って、うん、そこは違うですね。そこは違う。でも来なくなるっていうのは、例えば1年間それで持つんだったら、うん、じゃずっと狩り場で1年やってっていう人も絶対いると思う。いる。でもやっぱりね来なくなるから適当な狩り場を入れちゃうとかってなると、次大変なのがもう技工士さんとかが大変なの。歯茎が炎症を起こってるような状態で型取りしちゃって技工士さんに模型をあげると、なんじゃこれみたいな、いやこれではなかなか作りにくいなみたいな。なるほど。でも技工士さんうまいことやって、先生の特性はこうだなとか言ってうまいこと作ってくれる技工士さんもいるんだけど、技工士さんが超大変だと思う。なるほどね、うん、だからいいものができない技工さんが大変だと。それを続けてることによって次の治療が大変ってことか。大変。どうせやんなきゃいけないですもんね。そう、そうだから早い方がいいに決まってます。そうなんですよ。だから狩り場を入れるっていうことはすごく重要。ただただ大体の見た目作ろうぜっていうものではなくて、うん、狩り場って本当に最終的な被せ物に移行する前のものだから、やっぱりこう綺麗に作んないと後々大変だし治療はうまいこといかないと僕は思ってます。まあ、本当そうですよね、はい、その通りですよね。まあ、なのでこの患者さんどうなるかわかんないですけど、いい狩り場を入れることによって患者がモチベーション上がってめちゃくちゃ歯医者来るようになったよっていう話をしたかったですね。はい。あと大沢さんがすごいっていうことを話したかったですね。ちょっとね最近本当に歯科業界の人からすごい一目置かれてて、いやいやいや、一目は置かれるというかいじられてるっていうじゃないですか。あ、でもいじられてるってのはいいですよね。あ、でもありがたいです。で話題が出てるっていうことですからね、うん、大沢さんいないところで話題が出てる、クソ悪口言ってても話題が出てるってことはすごいいいことですからすごいあれだよね、いいこと言ってそうに見えて落としめてるよね。全然落としてないですこの患者さんのね治療もちょっと追っかけたいなと思います。そうですね、多分今もう来てるんで最終的なところいいところまで持っていけるとは思うので、ぜひ機会があればこれ終わりましたよっていうところを皆さんにお見せできればなと思いますので、全力で治療していきたいなと思います。ということで今日は狩り場の大切さについて、話しました。なので狩り場がね取れることもあるんですよ。やっぱり狩り場なんで膠着っていうでめちゃくちゃガチガチにつけてるわけじゃないので、でもしょっちゅう取れるとかっていうとそれはどうかなと思うので、そこはね先生と相談して
これ取れるんですけど、どういう感じなんですかっていうことを聞いて、納得するね、治療をしてもらいたいなと、皆さんにはね、思います。この動画がいいねと思ったら、ぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。